カブトムシが窓に体当たりしたせいで網戸がぶっ壊れたので虫を訴えようかと考えている。頭がおかしいゆっくり霊夢です。別に網戸が壊れても問題はないんですよ。ただ、先日窓を開けていたら壊れた網戸からアシナガバチが部屋に入ってきて死闘を繰り広げたもんでね。正直網戸を買い替えたり修理はだるいなぁ。と考えている怠け者のゆっくり悟りです。今回は三国志武将紹介。紹介するのは細々としたものから戦の勝敗までをも占うことができた男、上達よ。彼は自分の才能を尊権に売り込んで出世を望んだ人物でもあるのよね。むう、占いで戦いの勝敗を予想ですか。勝敗は陛下の常という言葉もあるぐらい戦いの勝敗ってのは名称でもわからないものです。それを占いで当てられるとは到底思えないのですが、まあ凡な占い師程度ならそうでしょうね。ただ、上達はそんな凡な占い師ではなかったってだけよ。さて改めて紹介するのは上達。百発百中の占いをするもの。その高いと言われる分析力からなのか、それとも占いゆえにか全てのことを見抜く占いをしていた自分以外の占い師のことを基本見下してもいたそこそこプライドが高い男。彼は一体どういった人物なんですか？上達は司令下南軍出身の人物で若かりし頃に自中の前歩という人物からの教えを受け、緻密な思考力を手に入れたと言われる人物よ。しかしその才能を発揮する前に天下は大いに乱れたので、上達は東南に王者の気があるごとからその地方に避難したみたい。上達はいつの頃からできたのかはわからない、のだけれど、上皇を渡った頃には9913の術という占い術を極めてその予言じみた占いのおかげで臨機応変な対応や、人々の疑問にまるで神かのように答えることができたみたい。むう、予言じみた占いをする人物ですか。一体彼はどういうことを占えたんですか。この術について具体的なことは書かれていないので何とも言えないんだけど、おそらくは何でも占えたのだと思うわ。例えば上達は飛んでいるイナゴの数をその占いにより分析したり、隠している品物なんかも占えた。しかしまあ人々の中にはこの上達の力を全く信じていない人もいるもので、ある人は、飛んでいるイナゴの数を正式に知る者などこの中にはいない。それを良いことに上達は適当なことを言っているのだ。と言ってくる人がいた。なので上達は疑問を言ってきた人に対し、適当に小豆を握らせてそれをばらまかさせてその数をピタリと占ったの。これにより人々は上達のことを徐々に信用する、ようになったみたいね。むむむ。適当に手で握ってばらまいた小豆の数を当てたんですか。確かにこれは勘でできる芸当ではありません。何かしらのトリックがあるか本当に上達が占いで当てたことは間違いなさそうです。またある時、上達は友人の家に遊びに行ったことがあった。友人は急に遊びに来た上達に対し、いやー、お酒も食べ物もろくになくてこのような粗末なものしか用意できなくてすまないね、と言ってきたの。上達はこれを疑問に思ったのか箸で占いを開始したの。その後に上達は、おかしいな。君の家の東側に、美酒が一石あるわずだが、それに鹿肉も三斤ある。それなのになぜないというのか、と占ったの。その知人は上達以外にも食事を振る舞っており、全員にお酒と食べ物を隠していたことがバレたと焦って、これは、その、あなたの占いが巷ですごいと評判なのでこれを試しただけです、と言い、家に来たお客さんたち、に隠していたお酒を振る舞ったみたい。上達に隠し事はできないってわけですか。この占いは箸2本だけでもできるっぽいので恐ろしい術です。またある人が上達を試そうとあまたの数の文書を倉庫に封印し、その文書のことを上達に占わせたことがあった。すると上達はその文書の数を当てたばかりか、この文書は何も書かれていない、ということまで思わせた。彼の占いの精度の高さがよくわかるエピソードね。上達はこの術を他人に教えることをかなり渋っていたようで、口頭で有名な儒者だった干拓や院令らから頭を下げられても自分の術を教えようとはしなかったみたい。まあこれは上達にしてみれば当然です。今現在、
調達が人に頭を下げられているのもこの術を使えているからで、もしこの術を周りも使えるようになってしまえば自分の価値も下がってしまう。故に軽々に他人にこの術を教えるわけにはいきません。しかし太子城の公孫東という人物は若い時から調達に弟子入りし、もう何年も調達に尽くしてきた人物だった。故に公孫東はある時に調達が酒を飲んで気分がいいことを見計らって、そろそろ自分に術を教えてください、と頭を下げたの。これに調達は、古の時代に私のご先祖様はこの術を極めて王者に、三代も使えたが太子郎程度の役職に上り詰めたのがせいぜいだった。故に私はこの術を他人に教えたくないし、それに加えてこの術は非常に難しくちょっと計算をミスればとんでもない結果になることも結構ある。たとえ君が私の息子であってもこれを教えることは非常に困難なのだ。まあ、しかしだ。君は実質私の息子のように尽くしてくれたので特別に術を伝授してあげよう、と約束したの。素晴らしい術が使えても出世できるとは限らない。占いってのは世知辛いものです。その後調達は奥から本を取ってきて、この本を読めば術がわかるはずだ。しかし、私はもうしばらくこの本を読んでいないので詳細を忘れている。また後日来てくれ。その時に本格的に術を教えよう、と公孫東に話したの。すると後日、自分の元を訪ねてきた公孫東に対して調達は、大変だ、私の婿に本を盗まれた。これじゃあ君に術を教えられない、とか抜かし、なんだかんだ理由をつけて結局弟子にさえもこの術を教えなかったのよ。なんか急に調達のことがうさんくさく思えてきました。正直これって調達に術を教えられない理由があるから、もっともらしい理由をつけて術を教えるのを渋っただけのようにしか見えませんよ。後に調達は孫権に仕え、孫権は出陣するたびに調達に戦いの占いをさせたものの彼がこれを外すことはなかった。故に孫権はその調達の術がすごく気になって彼にこの術を教えてほしいと何度も頼み込んだものの、調達はこれを拒否した。故に調達は孫権から疎まれてご先祖様同様にあまり出世ができなかったのよ。すごい技術を持っているからといって出世できるとは限らない。ってわけですか。まして調達の術はよくわからない術ですからね。229年。孫権は定位につくと調達に、私は何年の間定位に入れるのであろうか。と尋ねた。これに調達は、官の公訴は12年でしたが、陛下はこの倍でしょうな、と答えたのよ。孫権は252年に病死しているのでこの占いもまたビタリと当たっているわ。ただの偶然なのかそれとも何かしらの根拠があるのか。調達の占いはとにかくよく当たります。調達は常々星占いや風占いを得意とするものを馬鹿にしている嫌いがあり、よく占いってのは部屋にこもっても簡単にできるものなのに、彼らはせわしなく外に出て星や風の動きを細かく計算している。よくもまあそんな面倒なことするよな、と言っていたみたい。まあ調達の占いはその気になれば端に本でできる簡素な占いですからね。時間も特別な道具もいらないのがこの9913の術最大の特徴です。調達はある時に自分のことについて占って、私はおそらくこの日に亡くなるであろう、と奥さんに伝えたの。すると奥さんは誰よりも自分の旦那の占いの精度の高さを知っているものでこれを悲しんで涙を流し続けたのよ。すると調達は再度占いをし直して奥さんに、私も衰えたものだ。計算ミスをしており、私はしばらく、亡くなることはないだろう、と言ったみたい。しかしこれは調達のついた嘘であり、彼は最初に占った日に病死したの。むむむ。すごい的中率ですよ。孫権は調達が病死したことを知ると待ってましたとばかりに彼の娘を厳しく問いただし、さらに調達の墓を暴いて彼の術を知ろうとしたものの何も得るものがなかったみたい。こうして調達の術は途絶えたのよ。いやー、まだ調達の娘に質問をするのはいいと思いますが墓荒らしはやりすぎですよ。さていかがでしたでしょうか。今回の人物のことは、もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎です。
誰にも扱えぬ術を使えたおかげで尊敬にも用いられましたが、その術を誰にも教えなかったので、いまいち出世できなかった人物でした。それじゃあ今回はここら辺で。まったねー。